ふうにボールを奪って攻めていくかっていうところの課題は、まあ、今日のその立ち位置とかこう人の配置とかに、まあ、現れてくるといいなというふうに思いますよね。はい、まあ、札幌のビルドアップに対してなかなかプレスが先制しながら宮原の退場も響いての逆転負けでした。さあファーストハーフスタートです。まず最高峰から長いボールを蹴りました藤井です。高く上がったボール荒野が競ってセカンドボール。今日はリーグ戦4試合ぶりの出場になります金崎ムー。さてマテウスが入れます。鋭いボール中央へ、これはクロンスンテ。高く上がったボール金崎競ります。セカンドボール樋口、これは鈴木馬にはつけずにもうファンアラーノを狙ったロングボールでした。常本が見張りますがクロス、うん、マテウス、こぼれ球クオンスンテがキャッチしました。惜しかったですね。クオンスンテのパス読んでました稲垣。さあこれを先頭拾う数的優位。さあマテウスだ、マテウス正面でした。クオンスンテその前の名古屋のコーナーキックはデザインされた面白いプレーでしたね。ただ名古屋の方が鹿島よりも1試合消化が少ない状況です。さて後半が始まりました。長いボールでまず回帰を走らせましたが永田に跳ね返します。アラーノ後ろから回帰をきます。ここでマテウス、マテウス入れ替わるか、あこれはイエローカードの対象になりました三沢です。樋口ヘディング鈴木馬、角度を変えるヘッドでした。上田残したクロス鈴木馬、あっと頭同士が当たったか大丈夫でしょうか。中谷が今倒れています。イエローカードが鈴木優馬に出ました。関側はサイドチェンジのボールですが内田カット、ただすぐに反応安在。そして松村アドバンテージです。松村、松村打ったラケラックよく弾きました。安在は倒れたままです。行ってますか。試合が終わりました。